まずは本作の主人公、運送会社の配達員マルコを演じられました高橋文哉さんです。お願いいたします。ありがとうございます。こんばんは、マルコを演じました高橋文哉でございます。今日この映画が一般の方に初めて見ていただけるということで、ドキドキとワクワクが募っているんですけれども、短い時間ですが一緒に楽しめたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、マルコが勤めます運送会社の先輩で、マルコと共に謎に挑むという荒川を演じられました田中圭さんです。皆さん本日はお忙しい中、ありがとうございます。田中圭です。この1週間ちょっとかもっとか、プロモーションをずっとやってきてね、こんなに見どころが言いにくい映画はございませんでした。もう何を言ってもネタバレになる、からどうしようかなと思ったら、プロデューサーさんたちが番宣で出た時に、バラエティ出た時に最後こういうの言ってくださいみたいなカンペみたいなのがあるんですけど、ある時から僕のカンペが、もう何を言ってもネタバレになりそうなので言いませんって書いてあってある日からそんなカンペあります？ある日から急にでしたね。ある日からね、そんなカンペになってね、 K さんだけね、僕あらすじ説明したように何も言えません、何も言えませんで、そのプロデューサーからの指示がね、楽しそうに言ってくださいいやそれつまんなそうに言わないでしょこれと思いながらもまあまあ、でもようやくね今日見てもらえるということで、僕も楽しみにしてきました。短い時間ですけど楽しんでいってください。ありがとうございます。続いて、マルコが荷物の配達を担当するマンションの205号室の住人で、マルコがファンになったウェブ小説の作者小宮を演じられました北かなさんです。小宮千尋を演じました北かなです。皆さん来ていただいて本当にありがとうございます。たくさん作品に振り回されてください、よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、301号室の住人でおしゃべり好きな女性長谷部を演じられました酒井真希さんです。酒井真希です。今日はお越しいただきましてありがとうございます。本当に早く皆さんの感想をお聞きしたくてたまらない作品なんですね。だから今日見られたらぜひ SNS などでたくさん感想を書き込んでいただけたら嬉しいです。どうぞ今日は短い時間ですが楽しんでいてください。ありがとうございます。続きまして、独特な圧を感じさせる303号室の住人沼田を演じられました袴田義彦さんでございます。袴田義彦です。今日は来ていただいてありがとうございます。ですね、一生懸命頑張ります。お願いします。いやいや、いじなくて大丈夫ですね、ここは。はい、ありがとうございます。続きまして、不気味な雰囲気が漂います302号室の住人島崎を演じられました染谷翔太さんです。こんにちは、島崎役演じさせていただきました染谷翔太と申します。肩書きなんですか？はい、肩書きが不気味、ですね、不気味な雰囲気が漂う。漂う、はい、本当に、いや、それしか言えないですよね、もういや本当に、でもこんな見たことない映画、自分は初めて出会いました。今日は皆さん楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そして本作の監督、脚本を手掛けられました水野至監督です。水野と申します。皆さん今日はありがとうございます。すごい短い時間ですけれども、本当に豪華なキャストの皆さんと一緒に楽しんでいていただけたらと思います。ただ本当にネタバレといいますか、言えないことがすごく多くて、結構困っちゃう場面があるかもしれないんですけど、どうか温かい目で見ていただいて、はい、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、それではこれよりゲストの皆様から作品のお話を伺っていきたいというふうに思います。さあ、ということで、早速ですが、水野監督、改めて、はい、構想からおよそ4年と聞いております。はい、脚本も監督自ら書き上げた、本作完成したということで、はい、いよいよ今日という日を迎えましたね。はい、そうですね、本当にありがとうございます。本当に2020年のコロナが起きた直後に、企画を立てて、そこからいろんなことが、あって、4年
経って公開ってことになったんですけど、でもまあそれなりに時間はかかったんですけど、時間がかかったからこそ、まあ皆さんとすごい最高のメンバーで、作れたし、あと学生の時にここ東宝シネマズのスクリーン12って旧スカラ座っていう劇場ですごい来てたんですよね、はい、僕その映画を見に来てたんで、なんかすごくここで舞台挨拶させていただけるのはすごく感無量です。はい、はい、ありがとうございます。さあそれではキャストの皆さんにも伺っていこうと思いますが、まず高橋さん、はい、今ね監督のお気持ちをお聞きになったと思いますが、その水野監督が作り上げたこの本作、実際にもうご覧には、はい、もちろんです、なりましたよね、見ました、はい、改めてどんな作品に仕上がってますか。いや本当にこう見てこう、まあ、台本をいただいて台本を読んだその日から、これがこう映像に落とし込むっていうのがどれだけ緻密な計算が必要かっていうのも、現場で撮りながらも細かいところまでスタッフキャスト含めみんなが突き詰めながら作ってる姿を見てたので、やっぱスクリーンでこう見た時にここまで綺麗に決まるかと、ここまで見終わった時に観客を気持ちよくできる映画があるんだなと思わせていただきましたし、なんか本当にすごいこう見終わった後になんか気持ちよかったんですよね。いろんなものがカチ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 っとはまっていくのと、しっかり何回もこうひっくり返されながら演じていても、まあ、見てないシーンもあったりとかしたんですけど、すごく楽しく見れたな、気持ちよかったなっていう印象です。そうですよね。その中で今回、まあ、主演として挑んだわけですけれども、はい、どうですか、こう撮影入る前にこうご自身のお気持ちというか、こう準備というかいかがでしたか。いやドキドキしてましたね。このキャストの素敵なキャストの皆さんとスタッフの皆さんの中でこの作品で真ん中に立たせていただくっていうのはやっぱ今でも気が引けますけど、まあ、現場にいながらもなんかもう僕が演じるマルコだからこそ出るものをちゃんと作っていきたいなっていうのと、本当に僕をこう演じるマルコを軸にいろんな物語が進んでいくんで、いろんな人とねこう毎日日々撮影でご一緒するわけですけど、その人たちにこうなんか当たって砕けながらいろんな人からエネルギーをもらいながら日々撮影してたんで、今日この日を迎えることができてよかったなとは思ってます。そうですよね。そしてやはり K さんの先輩の背中っていうのは、高橋さんいかがでしたか。安心感がありました。そうでしょう、はい、そうですよ。ありがとう、はい、もう3年半ぶりぐらいですか、共演はさせていただいて、K さんの主演作で共演させていただいたんですけど、僕の主演作でまさか K さんともう一回一緒にできるとはその当時は思ってもなかったんで、うん、でも一方であれですよね、あ、すみません、高橋さん、実は田中圭さんは高橋さんが主演するっていうことを聞いてすぐ決めたと、出演をって聞いてます、はい、僕はそうです。はい、ありがとうございます、はい、いやそのよもうほぼ4年前か、共演した時もすごく可愛らしくて、で慣れない現場で慣れないお芝居で、でもすごい一生懸命ひたむきに本当にまっすぐ向き合ってて可愛いなって思ってたんですよ、なんかこのままで。結構ねトリッキーというかさ、なかなか、まあ、普通の現場じゃなかったんで、そうですね、はい、結構大変な中頑張ってるなって思ってて、でそこから他のね作品でどん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 こう頭角というかキャリアを積んでいくのを見てたし、で僕がまあ一番決めた理由はですね、あるパーソナルトレーナーがいるこのジムがあるんですけれども、急に今ちょっと流暢になりましたけれども、ごめんなさい、ね、深い意味はないんですよ、深い意味はないんですけど、深い意味ないんですね、パーソナルトレーナーがいるジムに行ってるんですけども、小杉さんが急に出てきました、はい、そしたらフミヤがいたんですよ、はい、で、おいフミヤっていう挨拶して、でまだ若いから、はい、若い時からジムなんか行っちゃダメって怒ったんです、はい、ダメダメ早い早いって怒ったら、そこでフミヤが言ったのが、いやいやもうK さんみたいな体になりたくて通ってるんすよって言って、それで俺もうズキュン2年ぐらいですか、あれ2年前ぐらいですよね、うん、多分ね、お前本当かって言ってそしたら本当です、だからちょっと頑張ろうかなって思ってって言うから、いやお前それは嬉しい、お前でもやっぱダメだよお前若いうちからこのジムなんか行っちゃいけないみたいなこと言って、でもその時にすごいそれが可愛くて、まあそっからひいきにしてましたありがとうございます、よかったです、はい、ちゃんとジムにはもう一回も行ってますそうですね、ご一緒できてよかったと思います、ありがとうございます。さあ北さん、
で今回北さんは結構ストーリー上この、まあ、重要かつ難しい役だったと思うんですけれども。そうですね、いかがでしたか。まあ、話せないことはいろいろあるんですけれどもこの小宮という役はすごく生活感がないというか、普段何してる人なんだろう、全然こうバックボーンが見えない役だったので、演じるのがこう少しこういろいろ考えてちょっと苦戦したりして、できるだけまっさらな、あまりこうそんなに突起した特徴もなくそこら中にいそうな女性っていうのを演じるっていう気持ちでやったんですけど、はい、それが逆にすごく難しかった。あ、なるほど、ね、あまり特徴のない役演じるのって難しいんだなと思って、うん、そうですよね。そういう意味では一方で酒井さんかなり特徴のある、はい、ちょっと癖が強いと言いますか。そうですね、はい、怪しさもあるような役でしたね。そうですね、でもね、監督、私猫がとにかく大好きで、はいはい、おしゃべり好きででしたよね。そうです、ね、はい、とにかく監督から猫が大好きなんだ猫が大好きなんです長谷部さんはってすごく言われました。いろんな役やってきたと思うんですけど、そこに特化する役ってなかなかねそう、それ以外にもおしゃべりもしちゃうみたいな、はいはいはい、っていうね役だったと思います、はい、で袴田さんはもう酒井さんと言えば、袴田さんそもそも結構癖強めっていう印象があるかもしれませんけれども、はい、また立派な癖の強いマンションの住人演じられたということですが。そうですね、はい、うん、で、で何か実際に演じみていかがでしたか。そうですね、うん、まあ、結構、まあ、見たら分かると思うんですけど、もうちょっとなんかもううるさい、なんかわちゃわちゃした役なんで、撮影も僕 2日か3日ぐらいなんですけど、もうそうわちゃわちゃして終わったみたいな感じなんで、はい、ちょっとよく分かってないんですけどまあ楽しみにしてください。高橋さん、わちゃわちゃして終わったんですか。わちゃわちゃして終わりました。わちゃわちゃして終わったらしいですね、はい、でも僕クランクイン、僕がクランクインした日が袴田さんとのシーンが一番最初だったんですよ、うん、はいはい、うるさくて沼田が、ええ、袴田さんがじゃないですよ、袴田さん演じる沼田がすごくうるさくて慌ただしいので、そこにこう引っ張られそうになりながら、こう初日のマルコを掴むために当たって砕けて整形してっていうのを繰り返しましたね、はい、うん、まあ、いい雰囲気を作っていただいたという、はい、でも助かりましたね、なんか空気感とか含めて、はい、ありがとう、ありがとうございますということです。さあ染谷さん、はい、染谷さんは確かブラッシュアップライフ以来、はい、いわゆる水野監督作品としての出演ということになったと思うんですけれども、はい、改めて今回こういった役でこういった映画でって話聞いた時いかがでした、はい、いやー、もう本当に台本を何度も読み返しまして、いやー、もう台本でいろいろ騙されて、でも何回も戻って、あ、ここがこうだ、ああっていうのをずっと家で繰り返して、で、いやー、でも水野さん本当にめちゃくちゃ細かいところまで見てる方なので、水野さんが言ってる本当にこの細かいディティールをこう役者陣がこうクリアしないと本当に OK が出ないっていう、そういう、なんですかね、いや、楽しい、ずっと楽しかったです、はい、はい、まあ、すごくね、水野監督の作品といえばいろんな意味でこう期待値がこの放送される前からあると思うんですけど、実際に演じてみてもいかがでした。いや楽しかったです。いや、難しかったですけど、もうなんですかね、何も言えないですよね。そうなんですよ、それね、ちょっと北島康介さんみたいになってますけど、はい、でもそうなんですよね、何も言えない中、まあ、でもこの、まあ、いわゆる水の組といったらですけど、圭さん、田中圭さん初参戦でしたかね。はい、初参戦です、この雰囲気また どうなんですか、やっぱり独特なんですか。いや、僕は結構台本をコメディだと思って読んでたんですよ。で、やっぱ自分が撮影に関与してないところは見て、はい、見れてないわけじゃないですか。だからどういう雰囲気なのかなと思って、うん、で、僕は撮影も終盤に現場行って、結構最後の方に合流して、で、今日フミヤと会えるな、久しぶりだなって頑張ってるかなと思って朝行ってね、そしたらもうフミヤがもう撮影してて、はい、僕はそこに入ってったんですけど、はい、思ってた以上にちゃんとピリピリしてる現場だったんですよ。いやいや、思ってた以上にっていうのは、どういう、思ってた以上にっていうのは、ケイさんずっと言ってんすよ。ケイさんずっと言ってんすよ。現場ピリピリしてた。いや、なんかもっとなんかこうコメディーで、なんかもっとなんかハハハみたいな現場かと思ってたら、
普通にあの ちゃんと、はい、もう一回みたいな、なんかおはようございます、おはようございますみたいな、なんかおはようみたいな感じで入ろうとしたんで、おおはようございますみたいな現場にはなってたと思ったんですけれども、でもすごいこうタイトなスケジュールの中、はい、あの なんですかね、水野さんのこう奇才感あふれる演出が僕はすごく好きで、あのハマって見てました監督の演出を。でその演出をあのフミヤがちゃんと受けて、はいはい、毎回毎回あのその本番終わってもう一回って言われた時にずっと練習したり頭の中イメージトレーニングしてるのをずっと目の前で見てたんで、はい、なんかすごくあのなんていうんですか、僕は見てて楽しかったです、はい、ありがとうございます。さあ、であの今ね何も言えないという話がある中で、そうなんです、あの私も長くこの仕事やってますけど、こんなに話しづらいというか中身聞きづらい、皆さんも話しづらいと思うんですけれども、そこでそれを逆手にとって今回ちょっと皆さんと共にこんなことやってみようと思います。あの多くのメディアの方もいらっしゃるので、本作の魅力面白さを伝えるべく、ここを見逃さないでという見どころ、これをですね皆さんのセンスでネタバレギリギリのところのトークで盛り上げていただければなというふうに思っております。で皆さんにはもうすでにキーワードを事前にお書きいただいております。で、キーワードをもとに話していただこうと思うんですけれども、まさかこれね、Kさん、もうまさか皆さん長らくこの業界いますからネタバレしちゃうようなことなんて言わないですよね。いやいや、ネタバレ踏むやつがいるわけないじゃないですか。いるわけないです。何言ってありがとうございます。当たり前じゃないですか、ね、何日やってると思ってるんですか、プロモーション。そうです、大変失礼いたしました。ただですよ、だからこそ万が一万が一皆さん危ないと思った場合は、ちょっと我々こんなものをご用意させていただきました。お願いします。はい後ろ振り向いてください、すっごく分かりやすく、ああ、はい、今の、ダメ出し音と、この皆さん喋りすぎですよっていうブーザーが出ますんで、じゃそれが鳴ったら止まればいいってことですね。その、はい、止まってくださ い、 お願いします。それまでは自由、はい、はい、止まるまでは自由です、もちろんです。お、はい、あの目を光らせてるあの目の前にプロデューサーいますんで、はい、皆さん、はい、気をつけていただければと思います。はい、さあそれでは早速参りたいと思います。早速まずじゃあ染谷さんから参りましょうか、うん、ではフリップお見せください。ドン。何でしょう。沈黙の10秒。はあ、いや、まあ、いやこれもうなんか気になる。気になりますよね。や、とあるシーンで、はいはい、まあ本当に沈黙の10秒訪れるんですよ。本当に沈黙なんですよ、うん、こんなに10秒間映画で沈黙を見たことないんですよ自分は、うん、その10秒間があって、まあ、そこから10秒経つと、うん、こうガラッと雰囲気早いでしょ。ちょっと早いな。ちょっともう早いっすよ。何も言ってないじゃん。全然まだね。何も言ってない。まだ言ってないっす、ね、今日俺ここ立って何も言ってないっすよ。ちょっと待って。ということはもう、もうダメですか。この沈黙の10秒によって、これ監督、もうダメですか今の。そうっすね。今のは NG かな。本当。結構厳しいっすね。厳しいっすね。厳しい。今日ちょっとハードル皆さん高いですよこれ。なるほど。じゃあすみません、染谷さん以上になります。喋れなくなっちゃう。喋れなくなっちゃう。喋れなくなる。まあでもだからこそこのギリギリというところちょっと攻めていただきたいというふうに思うんですが、じゃあちょっとギリギリ袴田さん、ちょっと心配ですけど大丈夫ですかね。頑張ります。いいですか。ではフリップお願いします。はい、事故物件ですね。うわうわうわ、大丈夫ならない。ああ大丈夫大丈夫、うん、はい。これは、ええ、だからあのマンションがですね、事故物件なのかな。薄くない。うん、何喋っちゃうもん、なんかこれ以上喋ったら。ちょっと喋ってみてください、はい、もうちょっと。それあのマンションで、うん、人がさ消えてってさ、うん、怖いなっつって薄くない薄い。薄くない。喋っちゃうのよ、これ以上喋れないのよ。喋っちゃうんすか。そう、喋れない、これ以上喋れない。ちょっとある疑惑がこれ浮かんできますね。これ袴田さん、まさかですけど、何、もちろんね本作はすでにチェック済みで、うん、そうなんですか。ん、見ました、あの人が消えたという映画は。予告見たよ。すごい面白そうだったよ。面白そうですよね。見てくださいよ。じゃあ、ね、いやタイミングとかもありますからね。と同じ気持ちでさ、今日これ見てくから、あの空いてるところで。あ、そうですか。それでいいでしょ。ぜひ。いやいや、
このトークが事故物件になってますから、ね、やめろ、はい、すいません。さあ続いて、酒井さんいきましょうか。はい、はい、お願いいたします。何でしょう。発音。発音、映画の中の発音、これはなんかセリフのある人の発音をある人とある人とある人と発音をよくよくセリフを聞き逃さずにぜひご覧ください。発音は大丈夫、プロデューサー様。これおー、発音ね、はい、ケイさんこれ発音、まあだから聞き間違い。ああ、なんか俺のタイミングじゃないじゃん。あれ、なんで俺でブブーなんだよ。まだ喋ってなかったですよ。何かが何かが、ね、何かが、もうでも今ケイさんが喋った瞬間だったらもうケイさんがネタバレかも。もうそうなってくるということで、あ、なるほど。ただまあこの発音に、はい、発音ね、よく聞いておいてください。わ、はい、かりました。大事ですね、はい、さあでは続いてはどうしましょうか。続いては北さんいきましょうか。はい、はい、ただん猫。猫、はあ、これはうーん、これは今なってはない、大丈夫、セーフ。うん、猫が鍵を握ってますね。それいいの、あれあれ、あれなんか話してて何すごい喋ってる、すごい喋り放題、喋り放題、今猫がなんかすごい今会議してますよ。猫がなんか、あ、でもあれです、あの猫をちゃんと見てください。可愛いなとかじゃないです。はあ、はあ、あれ酒井さんが確かね、猫を先ほど、そうなんです、猫好き、猫ばっかり見ちゃうと私、うん、見ちゃ見てね、私のこともちゃうと私も見てね、ずっと抱いてんで、猫よく見て、はい、よく見てほしい。わかりました、ここまでは OK と。はい、さあでは気になる田中さん、はい、大丈夫ですかね。大丈夫、大丈夫です、大丈夫、お願いします。もちろん、はい、ダンエンドロール。ほう、待って待って、全然大丈夫。ああ、セーフセーフセーフ。いや、あの今回このあの人が消えたって、うん、エンドロール、まあ、見る人見ない人いると思うんですけれども、うん、やっぱあの席を立てません皆様、はい、あのエンドロールまで含めてもう一つの作品になってしまっているので、うん、あのすごくなんていうのかな、すごく楽しいエンドロールだなっていうので、あのすごく皆さんここまで最後まで楽しみにしていてほしいんですけれども、うんうん、まあ、一つだけ僕納得いってないことがありまして、はい、これ見ていただければ分かるんですけど、エンドロールで、あのなんかね、俺絶対いじられてるんですよ。あ、もちろん、あのなんかみんなはエンドロールでまだストーリー続くんでね、はいはいはい、結構かっこいいエンドロールになってるんですよ。はい、みんなかっこいいエンドロールになってるのに俺だけなんかこはい、まあそりゃそうだよね。そりゃそうだよ、ギリギリ言わせてくれなかったですね。それは言えないよね。あ、でもそのエンドロールもじゃあ気にね、ほんと皆さんね、最後まで見ていただかないと、あるいはそこに何かまた最後の、はい、いや、こんなに救われたエンドロール僕は初めて見たんで、確かに、はい、さあ、あの感情がすごく皆さんもなんかこうどうにかなっちゃうと思います。おー、いいですね。今皆さんと同時に奥であの袴田さんがへーみたいな。わかる。いやいや、エンドロールわかんないでしょ絶対。最後まで見てくださいね。さあ、それでは最後高橋さんお願いします。はい、こちらです。ハリウッド。おー、どういうこと。目指してるってことですか。え、それでもいいですか。あ、いやいや。どういうことですか。ですね、うん、どういうことかわからないっすよね。わかんないっすかね、うん、あ、なんていうかな、あのまあ仕掛け、うん、違うか。やり方、あ、違うか、違う、なんて言ったらいいですか、水田さん。何を指してるのかな。誰も分かってない。多分あれですよ。多分あれですよ。こうやって あれって打つ人。ああ。バン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 って打つ。まだどこにも情報の出てないあの人とか。はい、うん、あ、シークレットだ。シークレットゲスト。はい。シークレットの方。バーンってやってるやつとか、ダダ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 ってやってる。もう見たらすぐ分かります。見たらすぐ。とかもありますし、なんかこう。マルコのその物語の中に、そう、ハリウッドが関わってくるとかもあるかもしれないし、
これ、ケイさんがよく分かってないですね、今ね。全然分かってない。そうだ、ケイさんが分かってないってことは、はい、まだ大丈夫です。ああ、そういうことですね。またあれですよね、島崎の、お、はい、だからまあ、ハリウッド的なところもね、ありますよね。あ、はい、あ、大丈夫。染谷さん、ちょっと一番危なそうですね。一番しゃべりそうですね。島崎のハリウッド的なところ、ああ、なるほど、なるほど。ね、ありますよね。うん、あるわ、あるわ。いやということですけども、はい、ごめんなさい、これ以上やると間違いなく何か出てきそうなの で、ね、これにて終了とさせていただきます、まあ、ハリウッド級のヒットも狙いながらね、もちろんです、はい、ということでございます。すいません、ここまでギリギリトーク、皆さんご協力どうもありがとうございました。さあということで、皆さんにはね、間もなくその映画を実際見ていただいて答え合わせもしていただこうと思いますけれども、それではここでですね、最後になりますけれども、それぞれと行きたいんですが、ちょっとお時間もあるということで、まずは、田中さんから、はい、皆様に最後へ一言お願いいたします。はい、皆さん、改めまして、本日はありがとうございました。すごく、僕らも台本を読んでワクワクしたし、現場で水野さん演出のもと、みんなでこう一生懸命作ってる時もワクワクしたし、で僕自身自分が撮影に携わってないところで、皆さんのお芝居を、完成を見てすごくワクワクして、どんどんこう見ていくたびに気持ちよく裏切られ、気持ちよく裏切られ、最後ああっからのエンドロールでふわってなる、はい、すごい素敵な映画になっております。本当に面白いと思いますので、ぜひ、今日は楽しんでいただいて、で酒井さんも先ほどおっしゃってましたけれども、やっぱりこう皆さんの口コミというか、皆さんのお力添えはとてもいただきたいんですけれども、多分説明するのがとても難しい何とぞまだね、20日までこうネタバレを踏まないようにですね、それでもなんか近しい人ぐらいからね、近しい人ぐらいからなんかちょっと 2,3 人に宣伝するぐらいの感じで、昔の口コミ方法で構いませんので、はい、少しでもこう今日から盛り上げていっていただければ幸いでございます。映画を楽しんでください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。水野監督、一言お願いします。あ、はい、そうですね、この僕自身がやっぱこう映画を見終わった後に、まあ、誰かとあれってこういうことだったよねとか、あれってどういうことだったんだろうみたいな、まあ、話すのが結構好きで、だからそういうことを、まあ、なんか話せるような作品になってると思うので、なんか何回見ても違う発見があるようにも作ったつもりなので、ぜひお友達ご家族と一緒に見て、いろいろ見終わった後もいろいろ話していただけると嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。では最後に高橋さん、お願いいたします。はい、本日はお越しいただきまして誠にありがとうございました。撮影からまあ時間も経ってますけど、現場でこう水野さんをはじめとするスタッフの皆さんと、まあ、キャストの皆さんがこう現場で一生懸命スクリーンの前にいる人が楽しむためにはこの瞬間どうするべきなのかっていうのを本当にそれぞれが考えながら、1分1秒大切にこの現場でこの作品作りを必死に頑張っていたなっていうのは、僕もすごく救われた一部だったりもしますし、初めてこの映画を見た時にここまで綺麗に一つになるんだなっていうのを思えるぐらい、撮ってる側も撮ってて何をしているのかわからない瞬間もあったりとかしながらやってたんですけれども、それがやっと今日皆さんに見ていただくということで、まあ僕自身ドキドキワクワクいろいろあるんですけれども、本当に素直に楽しんでいただいて、先読み不可能って言われてますけど、好きなだけ先読みしてください。絶対に読めないんで、それぐらい胸を張ってお届けできる映画ができたと思っておりますので、ぜひこの最高の復讐回収劇を映画館で、そして本日も楽しんでいただければなと思います。本日はありがとうございました。映画、あの人が消えた。